はマリオの絵を写し書きにしていくよ。はじめに顔の真ん中に丸い鼻を描いて、その横に目を描いていくよ。眉毛を描いて、ひげをつけるよ。口を描いて、顔の輪郭を描くよ。帽子を描いて、もみあげを描いて、帽子の真ん中に M とつけてね。右と左に耳を描いて、マリオの顔の出来上がり。次は腕を描いて、オーバーオールを描いていくよ。縫い目の線も忘れないでね。次はグローブを描くよ。最後に靴を描いて、おしまい。次は色を塗っていくよ。目の真ん中を黒、周りを青で塗ってね。眉毛とひげを濃い茶色で塗って、もみあげを茶色で塗ってね。顔と耳を肌色で塗るよ。帽子とシャツを赤。オーバーオールを青で塗って。靴を茶色で塗ったら、マリオの出来上がり。ビデオを見てくれてありがとう。グッドボタンとチャンネル登録よろしくね。